トップ YouTuber になるにはどうすればいいですかって聞いてみます。5点に絞って、えー、アドバイスをくれています。はい。で、予約の文章の質としてはなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。はい。皆さんこんにちは。a i ブジョニエントです。本日は無料でラングチェーンを使用する方法を紹介していきます。皆さんラングチェーンって聞いたことありますか私のチャンネルを見ている方は知っている人も多いと思いますが、ラングチェーンは言語モデルの機能を拡張することができる便利なライバラインになっています。 例えば、複雑なプロンプトの管理とか、PDF とかウェブサイトの文章を要約したいというときに、このラングチェーンを使うと簡単に実装することができます、えー。ラングチェーンの詳しい話はこちらの動画で紹介しているので、興味があればぜひ見てみてください。で、このラングチェーンを使うときは、基本的に OpenAI の API を利用するかと思います。でただ、OpenAI の API って少しお金がかかってくるので、嫌だなっていう人もいるかと思います。 で最近オープンソースのモデルが結構盛り上がっていて、えー、先日メタ社からラマ2がリリースされたり、えー、日本ではリンナ社のモデルが公開されましたで。こういったオープンソースのモデルを使えば、オープン A の API を使わずに無料でラングチェーンが使えそうです。なので今回はこのオープンソースのモデルをラングチェーンに組み込む方法を紹介していきます。 で最新のオープンソースのモデルってどれぐらい使えるのかということや、えー、無料でラングチェーンを使ってみたいという人は、えー、ぜひ見ていってください、えー。それでは早速やっていきましょう。はい、最初に、えー、今回使用するオープンソースのモデルなんですが、ビ、え、クーナというものを使用します。ビ、え、クーナ初めて聞いたという人もいると思います。えー、こちらですね、ビクーナの紹介ページになっています。で、ビク、えーナはメタ社が開発したラマという言語モデルをベースとして、 追加で学習が行われたデータとしては Conversation Collected from ShareGPT ということでこちらの ShareGPT というサイトで公開されている会話のデータを学習させているようですでこちらどういうものかっていうとこんな感じで ChatGPT との会話の履歴がたくさん残ってるというものになっていますなのでこのビクーナは ChatGPT の出力を学習データとしてるということになります で、それって、チャット GPT の規約に反してるんじゃないのっていうふうに、えー、思いますよね。で、ビクグなどういうライセンスなのかなっていうふうに見てみると、えー、ラマ2コミュニティライセンスアグリーメントということで、ラマ2と同じライセンスで公開されています。なので、商用利用可能という形で公開されています。おそらくなんですけども、えー、オープンエ i の規約的には、 直接チャット GPT の会話を学習させてはいけないけど、このシェア GPT にある会話っていうのは、第三者が出力した会話履歴なので、まあ、直接利用してないからセーフということなのかなというふうに思うんですけども、ちょっと倫理的にはグレーゾーンなのかなというふうに思います。ここら辺はですね、詳しい人がいたら、ぜひコメントの方で教えていただけるとありがたいです。はい、そんなビクーナなんですけども、チャット GPT の出力を学習させてるだけあって、かなり精度がいいです。 で、こちら、ビクーナとその他のモデルの出力を GPT-4 によってどっちがいいかというのを評価させた結果になっていて、青色のところがビクーナが良いというふうに判定されたものなんですけども、バードと比較しても半分ぐらいビクーナが勝ってるということで、すごい精度ですよね。で、これはラマをベースとした結果になっています。最近、ラマ2というのが公開されたので、ビクーナもそれに伴ってラマ2をベースとして学習がされています。 それが今回紹介するビクーナバージョン1.5というものなんですけどもビクーナバージョン1.5はさらに精度が良くなっています真ん中と右がビクーナバージョン1.5になってどれぐらい性能が良くなったかというのを比較してるんですけども例えばこのオレンジと灰色を見るとスコアが上がってるのがわかるかと思いますこちらは各言語モデルを評価したリーダーボードになってるんですけどもトップがやっぱり GPT4 が来ているんですがビクーナ13 b と こちらですね、かなり上位に来ています。ビクーナ 33B というのは、ラマ1をベースとしていて、ラマ2をベースとしている最大のパラメータを持つのは、こちらのビクーナ 13B になっています。でなので、今後、このラマ2をベースとして、パラメータが大きいビクーナっていうのが出てくると思うので、そうすると、この GPT3.5 ターボを上回るような性能を出しても、不思議じゃないなというふうに思います。 でチャット GPT のデータを学習しているので、まあ、若干ずるくないかという気もするんですが、モデルのパラメータが小さくても与えるデータさえ良ければここまで性能が上がるって単純にすごくないですか今後どうなっていくのかすごい楽しみですね。で今回は以前紹介したこちらの Lama CPP Python というライバルで使用して軽量版のビクーナバージョン1.5とラングチェーンを組み合わせる方法を解説していきます。それでは早速実装の方やっていきましょう。 はい。それでは早速実装の方やっていくんですけども、こちらの Google コラボに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから飛んでいただければと思います。最初にまず、ビッグーナのモデルをダウンロードする必要があります。で今回、RAMA-CPP という高速にモデルを動かすことができるライブラリを使うんですけども、そのためには GGML 形式のモデルのファイルが必要になります。 で、その GGML 形式のファイルを、このトム・ジョビンズさんという方が、このハギングフェイス上にたくさん上げてますので、そこからモデルを選んでいきます。で、これ開くとこんな感じでですね、めちゃくちゃ上げてくれています。で、今回ビクーナ使うので、ビクーナの 13B と検索すると、こんな感じで探せますと。GPTQ というものもあるんですけども、今回こちらの 13B のバーチャ一1.5ですね、こちらをクリックします。で、そうすると、モデルの詳細のページに飛ぶことができます。 で、いろんなことが書かれているんですけども、大事なのは、こちらですね。13B の中のモデルの中でも、まあ、さらにいろんなモデルがあると。で、見るところは、この MaxRamRequired ということで、今回、えっと、Google コラボを使うので、15GB 以下のモデルしか動かすことができません。で、この MaxRamRequired が高いものほど、まあ、精度がいいというふうに考えてもらえればと思います。 なので、こちら16.29なので、まあ、使えないということで、ちょうど良さそうなこちらの Q5 の KM ですね。こちらを使っていきます。それでは Google コラボの方に戻って、セルを選んで ShiftEnter で実行します。モデルのダウンロードが終わるまで飛ばします、はい。今ダウンロードが終わりました。で、こちらのフォルダーマークを押すと、こんな感じでモデルがダウンロードできているのがわかるかと思います。 で、他のモデルを使いたいなって時は、こちらのパスを変えてあげれば、ハギングフェイス上にあるモデルをダウンロードすることができるので、他のモデルを使うことができます。はい、こちら閉じます。今回、RAM CPP Python というものを使うので、こちらを実行していきます。これは GPU を使うために必要な設定になっています。はい、こちらも実行します。で、RAM CPP で GPU を使うには、この N GPU Layers ですね。ここを指定してあげる必要があります。 これは言語モデルの中でトランスフォーマーという構造が複数使われているんですけども、その中で何個のレイヤーを GPU で処理するかというのを指定しています。今40というふうに指定して実行します。続いてテンプレートの定義ということで、ビクーナのモデルがどういったプロンプトで学習されているかということが、こちらの GitHub を見ればわかります。内容としてはこんな感じで、最初にこういったシステム文章があって、その後にユーザーとアシスタントと。 いうふうになってます。で、今回、日本語で返してほしいので、システム文にすべて日本語で返答を行いますというふうに入力しています。で、ユーザーのプロンプトとしては、日本の人はどこですかっていうふうに聞くと、アシスタントが答えてくれると。でこのプロンプトを定義して実行してみます。で、そうすると2秒で、日本の人は東京ですと返ってきました。で、ビッグなはもっとすごいので、トップ YouTuber になるにはどうすればいいですかって聞いてみます。 はい、そうするとこんな感じで5点に絞って、えー、アドバイスをくれています。この回答の日本語の文章も、えー、自然に生成できてるし、文章の質としても、えー、そこそこいいんじゃないかなというふうに思います。どうでしょうかはい、続いて、えー、ラングチェーンと組み合わせをやっていきます。やっと本題に入っていきます。お待たせしました。最初にまずラングチェーンをインストールします。 で、その後に、今回、RAMa CPP というのを使うんですけども、こちらの、え、ラングチェ c h の LLMs の、え、RAMa CPP というものをインポートします。で、ベーシックラングチェーンということで、ラングチェーンの便利な機能として、え、プロンプトテンプレートという機能があります。それはこんな感じで、テンプレートの文字列に、フォーマットで、後から保管することができます。例えばこれだったら、え、このユーザーインプットというところに、この、こんにちはが入って、このテンプレートが作成されると。え、そんなイメージです。 こちらを実行してみます。はい、そうするとこんな感じで、え、こんにちは、どのようなお話がしたいか教えてくださいという風に返ってくるという感じで、まあ、テンプレートを利用することができます。はい、次はチェインというのを使っていくんですけども、え、チェイン使うには、一旦モデルを定義し直さないといけなさそうでした。その際に、今回 GPU をすでに読み込んでいるので、GPU のメモリを使ってしまっています。 この右上の方を押すとですね、こんな感じで GPU のメモリーがどれぐらい使われているか。15GB のうち 10.3GB ですね、使われてると。で、このままモデルを読み込むと、メモリーがいっぱいになってしまってエラーが発生するので、このメモリーを解放する必要があります。それがこちらのセルでこれを実行します。そうすると、こちら GPU の方を見ていくと、こんな感じでですね、先ほど10ちょっとあったんですけども、1.3までメモリーが解放されています。 完全には解放されてないんですけども、ま、こんな感じでメモリを管理することができます。はい、それではチェインの方を使っていくんですけども、こんな感じでモデルを定義します。で、GPU を使うときに指定できるパラメータが、NGPU レイヤーズと、もう一個 N バッチということで、同時に処理するトークン数を指定できるんですけども、ちょっと512にするとエラーが発生したので、一旦128に設定してます。あとは、このコールマネージャーというものですね。 これを指定すると、チャット GPT みたいに、ストリーミング形式で、バババババッと文字が出てくるんですけども、えー、それやるとなぜかーブが落ちたので、今回ですね、これをオフにしてます。理由わかる人ですね、教えてもらえればありがたいです。はい。実行していきます。えー、チェインの定義ですね。テンプレートとモデルを与えると、このテンプレートでモデルが実行されるというのが、このチェインの機能になっています。 こんな感じで、システムインプットで、あなたは親切な人工知能ですと。で、全て日本語で答えてくださいと。で、インプットとしては、日本の人はどこですかということで、こちらのテンプレートの文字列の中の、このシステムインプットってところに、これが入っていって、ユーザーインプットには、日本の人はどこでしょうかっていうのが入って、モデルに渡されます。ここら辺も興味ある人はぜひいじってみてください。 はい、続いて、サマライゼーションということで、文章の要約ですね。やっていきたいと思います。一旦、チェインの GPU のメモリを開放します。必要なパッケージをインポートして、テンプレートですね。今回は、次の文章の簡単な要約をしてくださいということで、ここに文章を入れて、要約させるということをやっていきたいと思います。テンプレートを定義して、チェインに入れて、こちらで文章の要約をするチェインが定義されています。 今回はこちらの Web ページを要約したいと思いますで。こちらのページはですね、私が以前書いたレアゾーンスピーチという音声認識 AI のノートの記事になってるんですけども、これを読み込んで要約させていきます。はい。Web ベースローダーで読み込みますと。で、この Docs の中を見てみましょう。はい。そうすると、先ほどのノートを読み込めています。こちらをチェーンに渡して要約をさせてみます。 はい。予約がですね、大体3分ぐらいかかってできました。はい。で、予約の文章の質としては、えー、この記事ではレアゾンスピーチという日本語に特化した、音 AI を使って文字起こしを行い、どう返しますということで、えっ、ー、と、若干ですね、単語はおかしいんですけども、えっ、ー、と、文章としては、なかなかいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとわかりにくいので、えー、これちょっとコピーして、はい。メモ帳に貼り付けます。こんな感じですね。 GPT-3.5 のターボでも要約させて、それもちょっと乗っけてみたいと思います。はい、今、GPT-3.5 のターボで要約してみました。これを貼り付けしてみるとこんな感じになります。 はい。で、文章を比較してみると、上のビクーナで要約した文章は、ところどころ単語が、まあおかしいかなというところなんですけども、単語以外はそこそこの精度で要約できてるのかなと思います。で、言語モデルを学習させるときに、トークナイザーっていうトークンを記録する機能があるんですけども、えー、そのトークナイザーの中に日本語の単語が少ないと、まあこんな感じでうまく単語とか文字とかを出力できないのかなというふうに思います。 で、そこら辺やっぱり GPT 3.5ターボですね。優秀かなというふうに思います。ただおそらくこのビッグウナをベースとして今後日本語のモデルも出てくると思うので、まあそうなってくると本当に実用的なレベルで文章を要約することができると。えそんな気がします。はい、以上で本日の動画を終了したいと思います。え、個人的にはビッグウナかなり精度がいいかなというふうに思うので、ぜひ興味がある人は使ってみてください。この動画が良かったなというふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ